メイシーズからお化粧品を買ってみました。ちょっと箱も開けてみたんですけど、でんでんでん、なんかお化粧品が 15% オフのセールになっていて、それで今のうちに必要なものを買っておこうと思って。でもパンデミックス、このウイルスの関係でね、家から仕事をするようになったからお化粧あんまりしなくなったんで、うん、なのであんまり減らない。これね、そうなんですよ、メイシーズとか、まあ、ブルーミングデールとか、こっちのなんかのデパートって買ったものになんかギフトがいっぱいついてくる時があるんですね。でこれプロモーションしてる時なんですけど、これ資生堂さんから買ってなんかいっぱいついてきました。東京からハローのバッグなんかちょっとこれ使うかどうかわからないけど、でも嬉しいですよね、なんかタダで。じゃーん、開けると、あ、でもこのバッグメイシーズって書いてある、なんか嫌やななんか、おー、これ全部タダで来たギフトです。これ、あ、結構入ってますね。なんかこれはフェイスクリームと、まあ、ローションとコットンと美容液みたいなものですかね。これもタダで来てギフト でこれまた、これもギフトですね。あ、これはクレンザー、クレンジングフォームとアイクリーム。このね、買った時にいっぱいついてくるのってすごい嬉しいですよね。あ、まだ入ってます、資生堂。これはこれもフェイスクリームと、ちょっとこの青いのは分かんないんですけど、まあ基礎化粧品のなんかですかね。なんか、あ、もうこんなもんですね、説明が入ってて。Thank you.